できた。ラッコちゃん、いいの？ママのメイクグッズ勝手に使って。いいのいいの。このマドモアゼルローズレッドってプルシーレズのプルプル感で世界のスーパーモデルも使ってるって。ラッコちゃんモデルになりたいわけ？前はフィギュアの選手になりたいって。フィギュアもいいよね。つけましてピンクの可愛いチークつけてオリンピックに出るの。でもフィギュアってもっと若い頃からやってないとダメっぽいよ。私らすでに来年6年だしね。だったらキャビンアテンダントもよくない？クールなアイラインに赤目のルージュつけてアテンションプリーズみたいな。もうアッコちゃんってお化粧できればそれでいいのね。うん、お化粧大好き。モカちゃんは何になるの？やっぱなんだかんだ言ってお嫁さんかな。私もウェディングドレスは着てみたいかも。でもどうせ結婚するなら普通のサラリーマンより契約金いっぱいのスポーツ選手とかがいいよね。あんこに結婚なんかできるわけねえだろ。見ろよあんこ、子供のくせに唇とかつけてんぞ。超変な顔、浮き出るお化けみたい。なんちなんだよ、姉ちゃんもあんこも子供のくせに。あんこ無視してんじゃねえよ。誰？アッコちゃん。私は鏡の精、鏡の国から来ました。え？長い間鏡を大切にしてくれてありがとう。君のコンパクトは壊れたみたいですが、代わりにこれを差し上げます。これもらっていいの？はい。でもね、それは普通のコンパクトではないんだよ。何にでも変身できる魔法のコンパクトだ。魔法？子供だからってからかわないでください。秘密の呪文を教えておくよ。テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、そう言ってなりたいものの名前を言うんだ。テクマク、元に戻るときはラミパス、ラミパス、ルルルルル。ラミパス、ラミパス、ドゥ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 。ラミパス、このことは絶対に秘密だよ。もし他の人に知られたら
鏡の魔法は効かなくなってしまうからね。鏡の魔法。テクマクマエコンだっけ。魔法のコンパクトか。まさかね、何でも変身って。テクマクマエコン、テクマクマエコン、大人の私なーね。なんちゃって。こんな夜中に。あ、なんでもない。ちゃんとお布団かけて早く寝なさい。はい。魔法のコンパクト、夢じゃなかったんだ。Ah!
今度。それは秘密。てか子供っぽい乗り物はもういいからジェットコースター乗ろう。乗る乗る。乗り物系もーらい。ちょっと見えなかった。まったくもう、だから子供は嫌いなの。早く大人に。またねー。おお。え？このフローレスな仕上がり。シルククリームファンデーション。え？本来はこのグロスだ。ローラメルシェピーチシャンパンか。この色いいんですよ。そのコーラルピンクなかなか出せないんですよ。日本人の肌によく生えて。ちょっと何やってたの。何やってんだよ俺は。ごめんなさい。ボカちゃん何色。おまわりさん、そのチケットを今すぐモコちゃんに返しなさい。人のものを取る人は逮捕します。逮捕？誰もいない。よし。ラミパスラミパスルルルルル。見れた。大将たちもまだまだ子供ね。うわっ、うっ、うっ、あ、大丈夫？はい。今何か見ましたか？スカート後ろめくれてるけど。え？エッチ！あ、それ。はい。よかった。どこも壊れてない。ありがとうございました。ダメダメ、一度に乗れるのは4人まで。じゃあ、私たち先乗ろう。うん、行こう。ずるいぞ、俺が先に乗りたかったのに。少々、お前一人で乗れよ。嫌です。じゃあ、パン吉、お前一人で乗れ。そんな。まったく、子供なんだから。ん？あ、おお。そういえば学校行かなくていいの？うん、冬休みだもん。そっか、子供はそういう時期か。あなた、大人ですか？え、見えない？もういい大人なんだけどな。27の。うそ、私より17個も上だ。そんなに大人なのに、どうしてこんな時間に遊園地で遊んでるの？うん、
一日の最後にここの観覧車に乗るの好きなんだ。綺麗だ。え？私？ほら。本当だ。塾の特訓コースだよ。いつになったら大人みたいにゆっくり休めんのかな。大人か。先生。加賀美さんのご親戚の方。はい。どうぞ。で、アッコちゃんは外国で働いてるお父さんのところにママと一緒に飛行機乗ってビュンって行っちゃったんです。だから冬休み特訓コースは全部欠席です。大人って最高。次は何しよっかな。冬のコスモフェア。失礼いたします。失礼いたお客様、こちらでいかがでしょうか。うわー、すごい。私じゃないみたい。こちらのルージュエクセレントローズ082はこの冬一番の人気色でして。あ、それにお客様のお肌は非常にお若くいらっしゃいますから、こちらのクリームなども。やっぱ大人って最高。はい。ちょっと待って、あの時の。どこかでお会いしましたか。あ、いえ、その人違いだったかな。そうでしょう。私がお客様のようなお綺麗な方を見忘れるはずがありません。え、綺麗？私綺麗？はい、もちろん。で、いかがです、お客様。弊社赤塚化粧品のコスメでメイクをされたご感想は。感想？高い。え？すっごい高い。こんな高いなんて知らなかったよ。あとこの色とかすごく可愛いのにケースが全然可愛くなくない？なんかおばさんっぽいんだよね。おばさんっぽいか。あと匂い。ママはこの匂いがお化粧っぽくて好きって言うけど、私ら子供にはこういう匂いって。子供？そう、子供。あ、じゃなかった。あ、若い、その若めの女子が使うにはちょっとイメージじゃないかも、これ。なるほど。
あ、失礼。もしもし。わかってるよ、ただ。化粧品会社の人だったのか。戻る、すぐ戻るから。企画開発室室長待遇。待遇？待遇って偉い人なの？お飾りだけの肩書きだよ。もう実験なんて何にもない。実験？理科の実験？ねえ、てか私どこ行くの？商品のさらなる効果、さらなる細分化、さらなる。うわ、おじさんがいっぱい。おじさん、加賀美さん、こっち。遅れて申し訳ありません。もう各案件についての根回しもお済みでしょうから、我が企画開発室としては青山が一人出席していれば支障ないかと思いまして。失礼しました。ふん。新体制になってから私たち企画開発室が提案する事業計画はことごとくこの会議で否決されてきたことですし、これから定例会議以外は欠席させてもらいますので、どうかよろしくお願いします。ちょっと早瀬さん。早瀬、君は何か勘違いしてるんじゃないか。いつまでも自分が特別だなどと思うのは大間違いだからな。いや、僕はただ皆さんが役員でいる限りこの会社はもう潰れるだろうと思ってるだけです。水玉チェック、ギザギザ、クマ、クマだ。前に社長が道楽で作ったようなお荷物の部署が何を偉そうに。悠長に企画開発室の企画を待っているほど、加賀美さん行こう。今のうちは余裕がない。速やかに経営を立て直すには信頼に足る企業から新しい資本を受け入れた方が早い。失礼します。早瀬さん、ちょっと。ほっとけ。今日は我が社の増資の引き受けを申し出てくださっているかのゴールド工業の紀藤会長をお呼びしています。この増資の件は次の株主総会に諮られ異議なく承認される見込みです。どうぞよろしくお願いいたします。悪いね、君を出しにしちゃったみたいで。出し？砂糖とミルクなら。ねえ、これ食べてもいい？どうぞ。やったー、いただきます。あの子誰？新しいバイトだって。仕事の内容は簡単な雑用と新しい製品のテスト。テスト？それはちょっと。試作品に率直な意見を言ってもらうだけだよ。さっきみたいな調子でどんどん商品にダメ出ししてくれればいい。よかった、私のテストじゃないのか。もうそんなこと無駄ですよ。熱海専務たちはゴールド工業の資本を受け入れて経営を立て直すつもりです。あいつらはそれでいいのか。会社にいる間は問題を先送りにして
退職金だけたっぷりもらえればいいんだから。だから早瀬さんがもっと真剣に。でこちらはどなたなの？どなた？私？私は燕商の、あ、じゃなくて、あ、大学生です。は？へえ、君大学生だったんだ。うん。はい？早瀬さん、そんなことも知らずに？ああ、紹介しよう。この人は僕と同じプロジェクトメンバーの青山麻里くん。青山麻里くん？女子なのにくん付けなの？それってここで流行ってんの？うん、赤塚の CM だ。花火の仕事を華やかに、プルプル感が続くマドマーゼルローズレット新発売。あっこ、ご飯食べたらテレビ見てないで、塾の宿題やるのよ。大丈夫大丈夫。ねえねえ、マムの化粧品ってここのだよね？そうよ。でもまだまだお化粧なんて早いんだから。それはどうかな。パパがいつも言ってたでしょ、大切なのは見かけじゃないって。うん、でもやっぱ女の子は可愛くなくちゃ。行ってきます。よーし。あー、マジ月曜日ってほんと超だるいんですけど。なんか眠い。おはようございます。おはよう。元気いいね。何あれ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おいしゃれな靴って走りにくいものなのね。あおはようございます。お仕事用品はここ。かわいい。これもかわいい。かわいい。ここ。こんな歩けない。先週の部分ね。お仕事、お仕事。うわ、おいしそう。あ、ケーキも。ここの給食って最高。先輩と服装が被った場合、後輩の方は二度とその服は会社に着てこないって決まってるの。社内ではちゃんと敬語使ってって何回言えばわかるの？あ、そうだった。ごめん、青山くん。その呼び方もやめて。加賀美さん、このフェイスパウダーの試作品、どう思う？
なんか普通？普通って何よ。もっと具体的に言ってくれないと。普通っていうのは友達にも自慢できないし、自分で持ってても楽しくないし、別にこれ買わなくてもいいかなみたいな。じゃあ君はどんな形なら自慢になって楽しくてこれを買ってみようかなって思ってくれるの？あ、こういうのはどう？キラキラっとしててなんか王様みたいな。王様？コンペイトーみたいな形ってこと？そんな子供みたいな。ねえ、コンペイ？当然コンペイトーの形だって商標権だか衣装権は取ってるだろうし、仮にそこはクリアしてもコスト的にペイできるかどうかも問題だよ。星の形だと角が崩れやすくなりますよ。一からデザインし直してたらもう間に合わないんですよ。工場のラインを作るとしたって絶対ペイできないだろうし。ペイだかポイだか面倒なことはよくわかんないけど、楽しそうだったらバーッと思いっきりやっちゃえばいいのに。その面倒なことを地道にやるのが仕事なの。つまんないの。青山もみんなもそんなに頭ごなしに意見を全部潰してたら何にも新しいことなんか生まれてこないぞ。伝統ある赤塚でもう失敗は許されません。確かに伝統は大事だ。でもこの社内のどこに伝統が残ってる？ねえ待ってよ室長待遇。頼むからその呼び方はやめてほしい。じゃあ直人とか？いきなり呼び捨てかよ。まあいいや、お疲れ。何よもう。君は香美さんだっけ？新しい見習い社員の。うん、香美敦子。いきなりアッコって呼んでもいいよ。アッコ？じゃあアッコちゃんか。ねえ秀英さん、直人室長待遇ってどういう人なの？まあ一言で言うと優秀な人だよ。優秀？そう、彼が学生時代から研究していたバイオ成分をもとにうちが開発した化粧品が大ヒットしたんだ。だからあの若さで企画開発室の室長に。まあ難しいことはよくわかんないんだけど、なんかねいつも軽いし全然大人っぽくないんだけど、でも時々急に寂しそうな顔したりして、よくわかんないの。そっか。アッコちゃんは早瀬さんのことが好きなのかな？え？違う違う、好きとかそういうんじゃなくて、私はただ直人が何考えてるのか知りたいだけで。そっか。まあ彼が本当に心の内を話せるのは。テクマクマヨコン、テクマクマヨコン、赤塚化粧品の前の社長さんになーれ。おお、うわっ、うわパパいる年寄りって感じ。本当はちょっと嫌なんだけどな、こういうヘアスタイルは。よし、ナオト君、ナオト君はこんなところで何をしているんだ？中村社長、社長こそ何してらっしゃるんですか？まあその社長をやっていた時は楽しかったななんて懐かしくってね。楽しかった？社長は悔しくないんですか？悔しいの？私だって悔しいです。私みたいな若手のアイデアもどんどん取り入れてくれた社長が。
地球派の熱海一派のクーデターで子会社に飛ばされるなんて。え、地球出た、飛んだ、私飛んじゃったの。あいつらは会社の将来より自分たちの地位や退職金が確保される方が大切なんです。だからうさんくさい企業と組んでその場しのぎの増資をしようなんて。へえ、その場しのぎの増産。あ、今赤塚がすべきことは増資ではなく、お客様により満足してもらえる新しい商品を開発することです。それを教えてくださったのは社長、あなただったじゃないですか。直人はそんなことを考えていたのであるか。でも気持ちばかり先走りして、どんどんアイデア出して商品売って主導権を取り戻さなきゃいけないのに。へえ、直人なんかかっこいい。はい、えらい、なんか見直しちゃったよ。なんだ、ちゃんとやる気あるんじゃん。中村社長、お体の調子でも。うん、うん、全然元気。アイデアか。そうだ。はーい、子供のみんなさん、こっちですよ。なんかアンコちゃん急にいなくなっちゃったね。社会科見学。おお、来た来た。ちょっと何なのこの子たち。中村さんが紹介してくださったお子さんたちだ。中村前社長が。そう、赤塚化粧品の新企画として小中学生の女の子や子供のためのシリーズを考えようと思ってるんだよ。そんなおもちゃメーカーみたいなこと。おもちゃじゃダメなの、本当の化粧品じゃないと。子供は子供扱いされるのが一番嫌なんですから。綺麗な瓶。ダメしないでしょ。ポコちゃん、子供にはわからないだろうけど大切なものがいろいろあるんだから、おとなしくしてなさい。ちょっと、ね、ほんとやめて、いろいろ触らないで。お姉さん彼氏いないでしょ。欲求不満っぽいもんね。あなたたちね、子供だからって何言っても許されると思ったら大間違いなんですからね。ワクワクするもん。お先に失礼します。お疲れ。そうか、総裁、総裁だ。気温や体温で色が変わるリップグロス？なあ、以前温度で香りが変わる香水は開発したけど、温度で色が変わる化粧品の研究は中途半端に終わってたんだ。君の意見を聞いてそれにもう一度挑戦してみようと思ったんだ。
いいじゃん、これ絶対楽しいよ。はい、よし、やっとアッコの OK が出たよ。あれから徹夜で比較を考え続けた甲斐があったよ。徹夜？うん、一生懸命考えてくれてありがとう。ちょダメだよ。誰かに見られたら困るだろ、こんなとこ。え、そうなの？アッコのパパもママも嬉しいことがあるといつもギュッてしてくれるよ。なんで困るの？何？なんか君を見てると、あのさ、たまには二人で飯でも行かない？え？でも私。こんな子供騙しの企画にリスクは犯せない。しかし研究データはすでにいくつかあるんです。あとは鮮やかな色に変わる技術さえ開発して特許を抑えれば。そんな予算がどこにある？そんな技術が何の役に立つ？今のうちはそんな無駄で無謀なチャレンジはできない。今こそチャレンジできなければこの会社ももう終わりです。そんな暇があるなら今売れ残ってる商品を売る方法でも考えてこい。このまま在庫を抱えていては新しい企画の開発はおろか事業縮小もやむなしっていうのが会社の考えだ。でもいつかは売れるんじゃない？みんな頑張って作ってるみたいだし。いくら頑張ったってね、売れなきゃ何にもなんないんだよ。この世界結果が全てだから。どうやったら売れるんだろう。おお、あっこちゃん、お帰りの時間かな。本気厳しいんだってね。うん、っていうか、なんでみんな遅くまで会社に残ってるの？早く家帰って、お風呂入ってご飯食べて、いっぱい寝れば、いっぱいいいアイディアだって出てくるかもしれないのに。アイディアを考えるのだけが仕事じゃないからね。お金の精算したり、上の人に報告する書類をまとめたり、会社ってのはいろいろあるから。やっぱお仕事って退屈で面倒なんだな。でもだからこそみんなで協力していい結果が出た時に達成感があるんじゃないかな。でも工場のおじさんは結果が全てだって。だから商品もいきなりババーンって売れた方がいいんじゃない？いきなりババン。感激ですわ、ファーストレディにいらしていただけるなんて。夫が総理大臣で困っちゃいますの。テレビよりずっとお綺麗。どうしたらそんなにお綺麗でいられるのかしら。ぜひお聞きしたいですわ。それはね、いつも使ってる化粧品があるの。本当は秘密なんだけど、今日は皆さんに特別にお教えするわ。
つか使ってたのね。そうだママ、エビのロブスターって食べたことある？でもこういう庶民的なのも定番で美味しいのよね。それにしても最近やけに赤塚の記事が多いのよね。まあママは昔から好きだから今更って感じだけど、ママって伝統わかってる。こうやって使えそうなところを貼り付けて、で、インセット。休みの課題なんて楽勝楽勝。でもいいの、あこちゃん、人が書いたの丸写しなんて。いいのいいの、会社のじゃなくて、大人も言ってたよ、世の中結果が全てで、便利なものをどんどん使うことはいいことだって。それはどうかな。あ、佐藤先生、なあ鏡、課題をズルするのは本当にいいことか？だって楽ちんだし、私今毎日忙しいし。物事には何でもいいところと悪いところの両面がある。ズルは楽ちんだけど悪いところもあるんだ。楽して作ったものは結局頭の中に何にも残らない。そんなことないよ。じゃあさっき何を書いたのか言ってごらん。それはのに、もう分かんないかな。それじゃ意味ないだろ。苦労して努力して一生懸命やったことの方が身につくんだ。喜びも大きい。喜び？そうかな。なぜ急に売れてる？なぜ総理夫人がうちの化粧品を自主的に選定してるんだ？これじゃ企画開発室を潰しつつあるじゃないか。まあ、ここからが勝負ですよ。おい、出てくるぞ。寝坊した、遅刻しちゃう。お、老舗化粧品メーカーの赤塚が健康に悪い影響を及ぼす恐れのある成分を使用した上、検査を違法に逃れた疑惑が関係者により発覚しました。赤塚の発がん性物質を厚生労働省が黙認？一体どうなってるんだこれは。わかりません。こんなの根も葉もないでっち上げじゃないか。上層部の指示で行われていたんですか？お願いします。危険性の認識が上がってきますか？落ち着いてください皆さん。おお、なんか見えかかんただ、ところどころ本当のことも書いてあって妙にリアルで、例えば社内の安全性会議での担当役員の発言もそのまま引用されてたりして。内部からリークしてる奴がいるってことか。よかった。これで怒られない。私って天才。楽ちんはダメって言うけど、せっかく魔法が使えるんだもん。熱海専務。熱海専務。専務宛に直通のお電話です。え？あ、今忙しいんだが。しかし、お相手は紀藤会長ですよ。ん？誰それ？我々の作戦通り、うまくマスコミが乗っかってくれましたね。はあ、株価も急落し赤塚は苦しくなる。株主総会で赤塚の増資が承認されるのは確実です。どう？牛？なんじゃそりゃ。で、あなたは社長になり、私たちは経営を思うままに。なるほど。我々が中と外から同時に赤塚を乗っ取るという計画もついに最終段階に入ったというわけですよ。ふんふん。
乗っ取り？何を言ってる。私はたった今解説したんだけど。ああ。いや、でも先ほどの本物だ。ああ、どうしよう。何を寝ぼけたこと言ってるんだ君は。しかし。よく見てみろ。ここにどこに僕がいるというんだ。どこに。君。おはようございます。ここはいいから早く出てってくれ。はい、失礼します。失礼いたします。マリさん。お客様ですから、それは有害物質ではございません。あの洗顔後の殺菌原料、一部物の少ない合成原料、いずれかを使用しております。株価のことはこちら担当外ですので、担当部署にお回しいたします。早さん、社長室に抗議の電話が入ったそうです。今度は何だ。前田総理夫人ご本人から勝手に宣伝に使われて訴えるって。今からお伝えする番号へ。私のせいだ。私がズルしたから、ズルばかしていい思いしようとしたから、こんなことに。何言ってんだ、君は関係ない。まずは有害物質の噂を消さないと。その悪い噂を広めたのが誰か私知ってる。え、たまたま熱海専務に電話かかってきたの聞いちゃって。熱海の、なんかよくわかんないけど。赤、その電話の相手は木戸うって人。なるほど。会社の評判を落として経営が苦しくなれば、うさんくさい企業からでも出資が承認されやすいってことか。熱海のやつ、社長のポストと引き換えに会社を売る気だな。早瀬、なんとかしてゴールド工業との資本提携を阻止しないと、赤塚はもう取り返しのつかないことになります。取り返しのつかないことというのは。それは赤塚の伝統が消えてなくなるということです。なくなっても仕方がないんじゃないかな。残るか消えてなくなるかはお客様が判断することだ。本当にいい商品やサービスを提供しているところは必ず残る。マリさん、あの、なんだね、ノックぐらいしろ。ちょっと大人のマリさんの勉強してみたくって。いや、あ、そうそう、ちょっと落とし物しちゃったみたいで。どこ行っちゃったかな。熱海専務、株主への根回しは任せてください。一株主をはじめ過半数を抑えています。一株主、一株主は確か大場鶴子という事業家で、創業時からの株主です。事業家。はいはい、質問。なんだ。あ、その一株なんとかの鶴さんって人はすごく大事な人なんですね。は？お邪魔しました。ねえ、もこちゃん、ちょっと聞きたいんだけどさ。
あこちゃん、なんか声変だよ。え？あ、ちょっと風邪ひいちゃったからさ。あ、それより、ヒット株主って何？ヒット株主？あ、株主っていうのは、簡単に言うと株式会社が発行してる株券持ってる人のことじゃない？株券…株券って何？あ、あと、事業家って何？あこちゃんさ、塾来ないで何やってんの？ん？あ、まあ、いろいろあってさ。塾来てないの、あこちゃんのママも知ってるの？あ、あ、うん、もちろん。ママが東大に行ってるとこに家庭教…あ、またかけるね、まこちゃん。ちょっと、あこちゃん？すいません。あ、すいません。工場長、早瀬君。どういうことですか、これは。あ、熱海専務、私どもから皆さんにご説明させていただいても。どうぞ。赤塚の業績が落ちた最大の原因は収益に寄与しない無駄があまりにも多かったためです。ゴールド工業が本格的に経営に参画した暁には皆さんの8割はリストラの対象になります。冗談じゃないよ。そんな、この工場が今までの赤塚を支えてきたんだ。ちょっと早瀬さん、あなたとはお互いもっと仲良くお付き合いをしたかったんですが残念です。では失礼。ハヤさん、俺たちどうしよう。どうしよう、どうしたらいいんですか。やっぱり無理か。そうだよな、大きな資本の力や時代の流れの前には所詮個人なんて無力なんだ。温度で香りが変わるとか色が変わるとかもうどうだっていい。あんなの何の意味もなかった。あいつらの経営の参加だって、工場の外部委託だって、株主に認められれば資本主義のルールには乗っ取ってる。資本の論理の前には個人ができることなんて限界があるんだよ。資本、資本って何で資本ケーキが出てくんだよ。何の話だよ。やめよう、君にこんな話しても仕方ない。何よ、子供扱いして。私胸だってあるんだから。大学生のガキだろ。私だって役に立ちたいのに。なのに何よ、ナオトなんて大嫌い。ナオトのバカバカバカ。バカバカって。泣くな、泣くなって。お化粧するとすごく可愛くなるの。
そうか。目が大きくなって唇がぷくってしてほっぺがほんのり赤くなってお肌もつるっとつるつる。そうだ、つる子、つる子さんとかいうヒット株の人に味方になってもらえば。もしかして筆頭株主の大場鶴子さんのことか。ダメだ、僕ごときが筆頭株主に会うなんてありえない。それに他にもたくさんの個人株主や機関投資家や。もういい、私行く、私が行きます。あ、ちょっと待てよ、あっこ。私たち趣味で株主をやってるわけじゃないの。このまま赤塚が倒産して株券が紙切れになるぐらいだったら出資してくれる企業はむしろ大歓迎なのよ。しかしゴールド工業の出資を承認して彼らが乗り込んできたら赤塚は金儲けのために何でもやる志のない企業になり下がってしまいます。志なんていいから早く業績を改善して株価を上げてちょうだい。あの、私難しいことはよく分かんないんですけど、直人室長待遇の方がお化粧品が好きだし赤塚の味方だと思うんで、鶴さんも味方になってくれないですか。は？あっこ、いや、川上さん少し席を外してくれないか。え？席を外す？席替え？じゃあよろしくお願いします。大変失礼しました。個性的な社員がいらっしゃるのね。私は赤塚という会社が好きです。そう、でも残念ながら気持ちだけでは会社は成り立たないわ。大場様のファンデーションは赤塚ヴィーナスシリーズのオークル01番、シャドウはブランシェード37、チークは RK レッド08、リップは限定色のマットタッチプリュー C6 番。C の6番当たりよ。株主優待でいただいたの。そうだ、そうです、私もようやく分かりました。私が守りたいのはその化粧品なんです。私は赤塚をなくしたくない。でも大事なのは会社が残るか消えるかじゃない、お客様や社会から求められるかどうかなんです。お願いです、おばさま、我々にもう一度チャンスを。そろそろいいかしら、次のお客様がお見えになるの。でも、お帰りになって。おお、なるほど、シフォンってケーキじゃなかったのね。モコちゃんさすが。あとさ、あ、早瀬、何してんだこんなところで。一体どういう権限で筆頭株主に会ってきたんだ。
そこどいてもらえますか。どけ。紀藤さん、面倒は困りますよ。大丈夫ですよ。ちょっとしたアクシデントです。早さん、大場さんはもうこっち側についてるんですよ。他の大株主も。無駄な努力はやめた方がいいんじゃないですか。次はどうなっても知りませんよ。行きましょう。大丈夫？ノート。ああ、大丈夫だ。早瀬さん、ごめんなさい。私、熱海専務たちと。その方が会社のためにいいと思って。とにかく今はできることをやるしかない。第3号議案定款一部変更の件は原案通り承認可決されました。それでは任期満了に伴い改めて現取締役5名を再任いたしたくご審議を賜りたいと思います。議長、私はゴールド工業からの資本の受け入れを提案した現取締役5名の再任に変え、新たな取締役5名を選任する修正動議を提出します。修正動議の理由を明らかにしろ。そうだそうだ。株主がない人間が株主総会で発言する権利はない。不足発言はおやめください。僕もこの会社の株主です。出席用番号77号。私たちもだ。皆さん、我が赤塚化粧品は創業以来お客様により良い商品を提供することを第一にやってまいりました。しかし最近我が社の売り上げが落ちてきたのはこの伝統を捨て自らの保身に走りお客様から見放され始めたからです。挙句の果てにモラルのかけらもないヤクザまがいの企業に会社を売ろうとしています。いやり根拠のない冒涜だ。あいつをつまみ出せ。お手伝い。
小学校。担任の佐藤先生が言ってました。何でもいいところと悪いところの両方の面があるって。私のいいところは足が速いこととか好き嫌いがないとか、それから元気に挨拶ができます。は？あと悪いところはすぐ調子に乗っちゃってズルして楽ちんなことして、会社の人とかそれから会社じゃない人にもいっぱい迷惑かけちゃって、ごめんなさい。株主総会はそんな話をする場所じゃない。会社法によれば株式会社の組織運営から。そこのおじさんこそちゃんと小学校行ったの？教科書には人の意見は最後まで聞かなきゃダメって書いてあるの。そこおじさんの悪いところね。会社もいいところや悪いところがいっぱいあって、退屈なお仕事やめんどくさいお仕事もいっぱいあって、でも大変だなって思ってたとこも本当はいいとこだったんだなって、大事なとこだったんだって分かったんです。だからきっと熱海専務たちも本当はいっぱいいいところもあるんだと思います。でも暴力は絶対に悪いことだよ。人を乱暴に突き飛ばしたりして、とにかくみんな自分の頭で大好きな化粧品やみんなのために何がいいのかもう一回自由に考えてみましょう。そうだ、そうだ。小学生の学級会じゃないんだぞ。一応ちゃんと仕切って予定通り議事進行してくれよ。そうだ、意見は却下だ。いえ、話し合いましょう。何なんだよお前は。我々は目先のことやくだらないしがらみばかりにとらわれすぎているんじゃないでしょうか。本当は小学校の頃に教わったもっとシンプルなこと、元気に挨拶しよう、お互いに助け合おう、間違っていると分かったら正直に謝ろう、失敗しても苦しくてもくじけるな、そういうことの中に再生のためのヒントがあるのかもしれない。ありがとう。子供じみた議論はもううんざりだ。議長、ご発言をどうぞ。8番大場鶴子です。大場さん。鶴さん、では私が代わって現取締役の3人に代えて新しい取締役を選任する修正動議を提出いたします。私は赤塚の発行済み株式の 22% の株を所有する筆頭株主で、当然利益を上げてくれる経営陣を選びたいと思います。でしたら彼らではなく私たちに。彼らの意見は全くの理想論です。しかし理想のない企業に将来はない。私は企業本来の方針、つまりより良い化粧品を作ることに前向きでいてくれる人たちを支持します。これはあくまでも少数意見だ。株主全体の決を取るべきだ。それではただいま株主
オーバーツールの場合を恐れました。新しい取締役を務めます修正道具について候補者を一括して採決されます。しばらくお待ちください。それでは投票結果を発表します。大場鶴子様の修正通り賛成の方の議決権割合 49%。反対の方の議決権割合 51%。 よって、どうなったの？株主大場鶴子様が出されました新しい取締役を選任する修正動議は投票の結果により否決されることと。主演さん、いや、遅刻してしまいました。仕事がさっきまで入っていて。はあ、主演が遅刻中が関係ない。引っ込んでなさい。いえ、投票に私の分もカウントしていただきたいんです。実は私も株を持っていまして。どうせわずかな株だ、投票に影響はない。そうだそうだ。主演さんは本日の議決権の 2% に相当する株主であると確認されました。何？なんで主演が 2% も株を。私は親から相続した株の配当だけで食べていける身です。でもね、人間楽して生きちゃいけない。私はこの会社が大好きなんだ。ずっといい化粧品を作り続けてもらいたい。そしてそういういい会社を私は見守っていきたい。私は早瀬さんやアッコちゃんたちを支持します。OK さんじゃ代表で含めちゃダメなんですよ。投票の結果、大場鶴子様の修正動議に賛成の方の議決権割合は 50.02%。 修正動議に反対の方の議決権割合は 49.98%。 よって大場鶴子様の修正動議は可決。現取締役の再任が否決され、新たな取締役が選任されることとなりました。合同工業からの出資は実行されるにも見通しが立たなくなったため、第三者割当投資の議案は取り下げることとし、再度取締役会にて審議いたします。
さんは鏡さんのことを送ってってあげてください。今日彼女すごく頑張ったんですから。じゃあ私はここで。あ、でも直人のことよろしくね。じゃあね。帰ってたから知らなかった。ちょっと目つぶってみて。ん？いいから、いいって言うまで開けるのよ。うん。三、二、一。はい、開けて。あ、うっそ、色が変わった。なんでなんで、どうして？東京タワーは今は8時ぴったりになるとライトが変わるように設定されてるんだ。なんだ、びっくりした。ナオトも魔法が使えるのかと思った。魔法なんて使えるわけないだろう。それそっか。これで東京タワーみたいに色が変わるリップグロスの試作品がついに作れるな。ナオトは本当にお化粧が好きなのね。男の人なのに。うん。昔あるところに貧乏な女の人がいたんだ。訪問販売とかスーパーのレジ打ちとかウェイトレスとか、とにかく朝から晩まで働いて子供2人の面倒を見ていた。ん？それって昔話？そう。家にいる時の彼女は実際の年より老けて見えた。でもどんなに疲れて寝る時間がなくても朝は必ず早起きして子供たちのご飯を作り、小さな兄弟の前で化粧をした。するとびっくり、魔法みたいにその女性は美人になった。化粧は彼女にとって子供たちを守り、世間と戦う戦闘服であり、そして彼女の何よりの味方だった。へえ、いいな。素敵なお母さんね、その人。僕の母親だ。え？素顔の母も好きだったけどね。でも化粧品ってこんなに人を生き生きさせるなんて魔法みたいだなって。いつかそんな化粧品を作りたいと思ってたんだ。作っていつか母にプレゼントしたいって。でも母は入社してすぐ病気で死んでしまった。僕が作った化粧品をプレゼントする夢は叶わなかった。世の中には母みたいな人がきっといっぱいいる。化粧品は化粧品会社のためじゃなく、そういうお客さんのためにあるんだって、アッコが思い出させてくれたんだ。ありがとう。なんか
っこよかったよ、今日のナオト。そうか。うん、いつもぐーたらしてないで、あんな風にビシッとしてたらかっこいいのに。冬休みが終わってもこのままそばにいてくれないか。多分僕には君が必要なんだと思う。好きなんだ。何よ、何がおかしいの？いや、なんかあっこらしいなと思ってさ。どうせ私はまだまだ子供ですようだ。もうこんな時間、私帰らなきゃ。お待たせだ。バイバイ。あと少しで冬休み終わっちゃう。もし私がもう子供に戻らなかったら、ずっとナオトと一緒にいられるの？ちょっといいかな。僕に秘密にしてることない？え？履歴書が嘘なのは前から分かってた。早稲田に算数学部なんてないし、住所も電話番号もデタラメ。人事部にもいろいろ言われてきたけど、いつか話してくれると思ってた。僕にだけ教えてくれないか、本当の君のこと。ごめん、秘密なの、言えないの。どうして？私だって言いたいよ、言いたいけど。もういい、ナオトのバカ。アッコ、ハハハハ。
工場の生産ラインを爆破する。温度によって色が変わるというリップグロスとやらが万が一にでも完成するとまずいんでね。リップグロス？私には巨大な外国資本のスポンサーがいると言いましたよね。そのスポンサーの意向なんです。そのスポンサーって？とある超大国の軍事研究の組織です。それはどうして赤塚を？赤塚ごと早瀬直人の研究中の技術を手に入れるためです。直人の？温度によって色が変わる。それがどれだけ素晴らしいことか分かりますか？その技術を応用して砂漠を走る戦車がその熱で砂漠と同じ色になることも、爆弾を積んだ戦闘機が空と同じ色で空を飛ぶことも可能になる。簡単に敵を欺くことができる。これで1000億以上の価値があるんです。1000億？それっていくら？しかし赤塚が手に入らず、万が一その技術が軍事的に敵対する国に流れたら、かえってまずいことになる。それならばいっそ何も開発も生産もできないように工場ごと爆破しろ、そういう指示なんですよ。爆破？まさか私は人を殺す技術を安く売り渡すためにあんたに協力してたのか？できない。私はこれ以上あんたには協力できない。おい、今さら抜けられると思ってんのか？お前のバカ息子がアメリカに留学できたのはどっから流れてくれると思ってんだ。俺とお前はもうズブズブの関係なんだよ。30分後に早瀬の試作品の生産ラインは破壊される。嘘、大変大変大変。どうしよう。爆弾ここに爆弾が。
通しに来ました。お疲れ様です。あとこれ差し入れです。嫌だ、このままじゃ何度まで吹き飛んじゃうよ。お、猫。このことは絶対に秘密だよ。もし他の人に知られたら鏡の魔法は効かなくなってしまうからね。鏡の秘密がバレたらもうナウトとは。でも私の大切な魔法のコンパクト。テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、最後の変身だ。最後だから、なりたかった、一番なりたい私になる。会社に行く時の服だ。皆さん、この機械の下に爆弾が仕掛けられています。こっちです。パソコン、よし、ゆっくりください。どうですか、工場長。うわー、
全部終わっちゃった。遅いな。ごめんなさい。もこちゃんのせいじゃないわ。なんかあこちゃんずっと悩んでたみたいで。あこ毎日塾行かないでどこに行ってたんだろう。あ、帰ってきた。帰ってきた。帰ってきた。あの、どなたですか？申し訳ありませんが、今取り込んでますので。アッコちゃん、アッコちゃん、秘密守れなかった。なりたいものにはなれた。でも何？やっぱりなれなかった。本当の大人には。大人って何？一生懸命働く人、心の痛みを知る人、自分の身を投げ出して誰かを守る人のことか。それだったら魔法なんか使わなくてもアッコちゃんはもうなっているんじゃないのか。一度だけ鏡の魔法を使えるとしたら何になりたい？
が本当に本当になりたいもの。テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、私に、私にだーれん。みんな聞いてくれ、新しい経営陣から色が変わるリップグロスについにゴーサインが出た。おお、特許の申請と本格的な生産に入るぞ。いや、やりましたね。じゃあまずはサンプル案を工場に提出。わかりました、各部署に電話しとけ。じゃあ俺デザイン案まとめます。お茶お願い。はい、忙しくなりますね、これから。ああ早瀬直人様、直人、今までいろいろありがとう。たくさん迷惑かけてごめんなさい。私は直人に秘密にしていることがありました。どうしても秘密にしておかなければならなかったのです。いつか私が大人になったらその秘密を教えたいです。それまでは、今はこのことは絶対絶対秘密です。あと、ナオトの研究は本当はすごい研究だったことが分かったんです。それを会社や社会のみんなの幸せのためにきっと役立ててください。今、空気がきれいに澄んで東京タワーがくっきりときれいに見えます。今度会う時まで直人のことはずっと忘れません。さようなら、香上敦子。そう？そっか、あこちゃん普通のサラリーマンより契約金いっぱいのスポーツ選手が好きって言ってたっけ。ううん、そんなことない。私はどんな仕事でも自分の仕事に誇りを持ってやってる人が好きなんだ。へえ、あこも大人になったもんだ。
次の方。はい。法政大学法学部4年、半沢飛鳥です。よろしくお願いします。はい、じゃあ次の方。はい。上智大学経済学部4年、清水康子です。よろしくお願いします。はい、はい、次の方。青山学院大学理工学部4年、滝口直です。よろしくお願いします。はい、次の方。はい、明治大学商学部4年、小林あずきです。よろしくお願いします。はい、では次の方。早稲田大学算数学部。失礼しました。理工学部4年、加賀見敦子です。できた。あっこちゃん、いいの？ママのメイクグッズ勝手に使って。いいのいいの。このマドモアゼルローズレッドってプロシーレズのプルプル感で、世界のスーパーモデルも使ってるって。あっこちゃん、モデルになりたいわけ？前はフィギュアの選手になりたいって。フィギュアもいいよね。つきまして、ピンクの可愛いチークつけてオリンピックに出るの。でもフィギュアってもっと若い頃からやってないとダメっぽいよ。私らすでに来年6年だしね。だったらキャビンアテンダントもよくない？クールなアイラインに赤目のルージュつけて、アテンションプリーズみたいな。もうあっこちゃんってお化粧できればそれでいいのね。うん、お化粧大好き。もかちゃんは何になるの？やっぱなんだかんだ言ってお嫁さんかな。私もウェディングドレスは着てみたいかも。でもどうせ結婚するなら普通のサラリーマンより契約金いっぱいのスポーツ選手とかがいいよね。あっこに結婚なんかできるわけねえだろ。見ろよあっこ、子供のくせに唇とかつけてんぞ。超変な顔。ムキムロお化けみたい。パンチなんだよ姉ちゃん。
してんじゃねえよ。